どうも、プロボーラーの加藤です。どうも、プロボーカーのうっちゃんです。いつもありがとうございます。ありがとうございます。今日は、昨日の続きです。はい、はい、あのハイレムボーラーの回転のかけ方で、はい、中指が人差し指のところまで降りてくるっていう説明、はい、と、あの僕なりにちょっといっぱい練習したんですよ。でいつも構えるときに人差し指結構僕広げて持つんですけど、はい、やっぱちょっと投げにくかったんですね。いっぱい練習したんですけど、はい、で試しに気持ち閉じたんですよ。はい、はい、そしたら、スムーズにできたような気がして、はいはい、その動画も見ていただこうかなと思っております。はい、ヨンちゃん、昨日と同じ T シャツじゃない？そうです。あれ、タスさんも同じじゃないですか、昨日と。僕は安心してください。同じの2着あります。お前か。だからちゃんと毎日交換して、もちろん洗濯して韓国すぐ乾くんで、はい、一応持ってきてる。はい、まあまあそんな話はね、はい、いい、置いといて。はい、はい、じゃあ早速練習動画ご覧になってください。ください。バラーン。人差し指を垂直に真下に向けます。この時に手首が折れないように注意してください。その状態から力を抜くと手首が折れ、中指が真下に向きます。人差し指が真下を向いている状態から力を抜いて前に振りましょう。力が抜ければ手首が折れるので、手首を柔らかく使うことができます。比べてびっくりしましたが、わずか1センチくらいの差で感覚が全然違いました。わずか1センチくらいの差ですが、少し取れた方が投球しやすかったです。はい、ということで、ご視聴いただきました。ありがとうございます。はい、あくまでも、もう私なりの感覚なので、合う人は合わない人は当然います。はい、合わないと思ったら怪我をする前にやめてください。はい、散歩して自分の感覚を見つけた方がいいですよね。はい、なんでそんな声小さいの？恥ずかしいの？いや、普通です。はい、はい、ね、まあいろいろ本当にボールの曲げ方っていうのはいろいろあります。はい、なので自分の筋力、はい、骨格に合った投げ方を見つけましょう。見つけましょう。はい、ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、チャンネル登録がまだの方はよろしくお願いいたします。お願いします。そして、そしてコメント、高評価などもお待ちしております。お待ちしております。そして、そして、はい、ベルの設定、はい、ベルが鳴ってる設定にしていただけると最新動画ついた時に、そうですね、あ、アップした時にすぐ分かりますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、そして、そしてまたあるんですか？ないです。はい、また次回の動画をお楽しみにしていてください。お楽しみにしてください。ありがとうございました。ありがとうございます。